今、夢目標に向かって頑張ってる人たち。でかい夢を持ってる人たち。でかい目標を持ってる人たち。そんな人たちに伝えておきたいことがある。誰もお前のこと信じてないよ。誰一人お前が実際にそれを達成するなんて信じてないよ。みんな疑ってるよ。で、誰もお前の味方じゃない。本物の味方はお前自身だけ。 本気でお前がそれを達成できるって信じることができるのはお前だけ特にその夢がでかければでかいほどお前だけだよ達成できるって信じることができるのは実際にお前が結果を出して証明するまでは誰一人お前が成功するなんて思ってないどんなに言葉で自分ができるって他人に説明したところで 誰にもわからない。でも説明もしなくていいし、認められようとしなくてもいい。結果に出して証明しろ。それまでは疑われて仕方ないと思え。バカにされてしゃあないと思え。冷たい目で見られてしゃあないと思え。お前のことを信じることができんのはお前だけだから。俺サッカー部推薦で高校入ったんだけど、で、その高校のサッカー部クラスでほとんど勉強しないような偏差値、 40とかのまあアホなクラスにいたんだけどその中で俺は G マーチ以上行くって決めてたで他のやつらにも言ってたいや俺は G マーチ以上行くって誰一人俺が実際に G マーチ行くなんて信じてくれなかったどんなに俺がもしで結果出してもどんなに俺が過去問解いて合格点達成しても実際に大学合格通知受けてみんなに受かったよっていうまでは誰一人信じてなかった 誰一人俺ができるなんて思ってなかった。その時、頑張ってた自分、その目標を達成するために勉強してた自分、その見方は自分自身だけだったんだよね。他の奴らからしたら、想像がつかないことだから、そんなことができるだなんて。それはもちろんこの動画を見てる人の中では、G マーちゃんって楽勝だろうと思う人もいるかもしれないけど、俺がいたコミュニティの中では、そんな無理だろって思うようなことを俺はやろうとしてた。 誰一人味方にはなってくれないよ。みんな冷たい目で見てたよ。俺が一人で授業中耳栓つけて過去問解いてるとき、みんな馬鹿にしてたよ。食堂で単語帳持って、単語勉強してるとき、みんな馬鹿にしてたよ。誰一人信じなかったよ。無駄な努力してどうすんのってみんな多分そう思ってたと思う。実際に証明するまでは。証明する最後の最後まで疑われ続けるから。YouTube もそうよ。 最初の10本、20本、30本、40本、動画を出し続けてたとき、誰一人俺が YouTube で実際に稼げるようになるなんて思ってなかった。どうせ無理だよ。頑張っても無駄だよ。そんな時間あるんだったら、他のことやった方がいいよ。誰一人だよ。マジで誰も信じてなかったと思う。その時自分ができるってことを信じることができたのは、俺だけだったんだよね。今でも疑われてる。 実際にこれを仕事として生活していけるかどうか、誰も信じてないよ。みんな疑ってるよ。でも俺は信じてるんだね。メンズスクールを作る。誰も信じてないよ。登録者10万人。誰も信じてないよ。信じてるのは、俺だけ。で、実際にそれができるんだってことを、 数字にして、結果にして、証明するまでは、誰も興味すら持ってない。特に家族や、お前の身の回りの友達、近いやつらほどよ、信じてないよ、お前のこと。常に疑ってるよ。疑いの言葉をかけてくるよ。絶対下向くな。胸を張れ。顔を上げ続けろ。自分に言い聞かせろ。俺にはできる。 で、絶対自分の弱さを見せるな。自分にはできるってことそれに対する弱さを見せるな心の中で本当に大丈夫かなって思う時もあるかもしれないけど自分の心の中にしまっとけ弱さを見せるな自分にはできるっていう信念を絶対曲げるなこれは別に小さな目標とかでもそうよ、ね、体を変えたいとかコミュ力つけたいとか職場で成績上げたいとか 実際に結果出すまでは、誰もお前を信用してないから。冷たい目で見られるよ。ジムにいる初心者、太っている人たち、冷たい目で見られるんだよね。結果が出るまでは。無意識によ。今度ジム行った時に太ってる人が腹筋やってるところを見てほしい。多分頭の中に思い浮かぶのは、どうせこいつは無理だな。そう思っちゃうんだよね、人間って。そいつが実際に結果出すまでは。そいつが実際に体を変えるまでは。 冷たい目で見られるよ。ガリガリのつがベンチプレスでやってたら。マジで。その現状を変えようとしてる自分。その一番頑張りたい時。それが一番友達がいない時だから。一番味方がいない時だから。そこは自分自身を信じるしかない。俺にはできるって。で、誰に何を言われようと、その信念は曲げるな。そして、それを達成するってことに対する、 弱さを見見せせるるな。1ミリも見せるな。も結果に出して証明するまでは全部受け入れろ冷たい目も応援してくれない身の回りのやつらのことも全部受け入れろいいよそれでって俺は大丈夫ってそのうち証明するからってそういうマインドを持たなきゃダメよきつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜ